はい、おはようございます。訳ありダイエットウォーク、まこねです。今日はね、ちょっと慌てて出てきました。今はね、4時45分なんですけども、何あったかというと、昨日収録した、Mキャストの発信予約をするのを忘れてて、そう、もう慌てて、発信する予約してきました。昨日の Mキャストは、朝10時から YouTube で配信となります。ぜひそちらもお聞きください。最初はね、脱毛の話をし始めたんだけど、ちょっとね、昨日、やっぱりね、帰りに、このね、行くときに、これを撮って帰りにMキャストを撮るのはちょっと無理があって、Mキャストさ、やっぱ帰りね、車の音がうるさくて、声が入らないっていうか、聞こえるんだけど、まあ、ちょっと集中力がいるよ、聞くには。で、これ集中して聞くようなさ、ポッドキャストじゃないし、まあね、どっちかというと、なんか出勤の準備したりとか、タラタラっと別のことやってる最中に、なんとなく流してるみたいな感じの超ゆるいポッドキャストなんで、集中しなきゃ聞けないような内容っていうか、車の音がうるさくて声が聞こえないとちょっと困ると思って、まあ帰りのね、収録はちょっと無理だなと思いました。で、昨日はちょっとね、仕事スタートが早かったから、帰りもちょっと早くて、ちょっとスーパーの前でね、スーパーが行く前で15分ぐらい待ってる間に、ちょっとね、影に隠れてというか、車の音があまり移動しないところに移動して、Mキャストを収録してたんですよ。その時は、ちょっとね、ダイエットじゃなくて、剛毛でさ、脱毛の悩みがあるんだよね、みたいな話をしてたの。うん。そう。このね、ワキャリダイエットウォークは、どっちかというと男性的な内容を中心に話してるけども、Mキャストの方は、どっちかというと、私の女性的な部分を前面に出してお話してるんです。前面に出してるかな？あんま私のさ、そういう話はさ、生々しすぎて、そう、YouTube 的にどうかなって思ってるのもあったりとか、ポッドキャスト的にね、どうなのかなって思ってるとこもあって、まあ、言えないことはたくさんあります。そう、まあ、そんなわけでですね、その、拷問の話をしてたのに、スーパーが開いちゃったから、まあ、そこでね、一旦保存して、後半に続くみたいな感じで、後半はね、帰ってから撮ったの。それも、3時間後ぐらいに。スーパー終わってさ、帰ってすぐ撮るつもりもいたんだけど、スーパーがね、昨日、町の大好きなサバ缶が売ってなくてさ、昨日はね、サバ缶が安い日だったの。そう、売ってなくて、で、仕方なく、野菜買ってね、帰ったんだけども、野菜がね、私の大好きなさ、わさび菜があってさ、もうわさび菜がもう嬉しくてして、もう速攻浸して食べ始めたら、もう、Mキャストの話はもう全然忘れちゃってて、で、食べ終わった時に、あれ？なんか、そうだって感じで撮り直したみたいな。そう。で、まあ、今日収録して昨日の収録して発信し、予約してきたやつは、まあ、それを合体したやつ。だから、まあ、前半は、拷問の話。後半は、野菜のお話、みたいな感じで、まあ、ちぐはぐ。まあ、いつもね、私の、おさ、いつもちぐはぐだから、まあ、それが私の個性で、その私のことを好きだって人だけが、チャンネル登録してくれて、ポッドキャストを聞いてくれれば、それでいいわけで。うん。まあ、そんなわけで、今日も、ダイエットウォーク。ワキありダイエットウォークやっていきたいと思います。まあ、ワキありダイエットウォークのワキありってどういう意味ですかって、私はね、ほら、SNS にコメント書かれるのちょっと返信が困るので、ちょっと、嫌なんです、なんて話をしたもんだから、コメントじゃなくてね、メールでわざわざ問い合わせが来たみたいな。どこで私のメールアドレスをゲットしたんだろう。まあいいや。まあいずれね、メールアドレスじゃなくて、フォームを概要欄につけるので、ご質問がある方は、そのフォームから送ってください。
ホームからもらったのだけはしっかり返事しようと思ってます。はい。まあ、そんなわけで、訳あり大東北の訳ありってどういうことかというと、私はね、車大好きなの、運転するの大好き。っていうかね、モーターサイクル自体がもう大好き。そう。要するに、自力以外で動くやつ。もちろん自転車も好きだし、インラインスケートも好きだし、滑るものも大好きなんだけど、でも、まあまあまあ、そうね、乗り物全般が好き。好きなんだけど、もちろん運転するのも好きなんだけど、でもね、私、ネパールで NGO 活動してた時にさ、そう、やっぱりね、なんていうかな、二酸化炭素の温暖化っていうのは、ずっとやったし、それが信憑性があるかどうかっていう議論もずっとされてきたよね。そう、私自身も二酸化炭素によって温暖化に拍車がかかるかどうか、正直疑問。よくわからない。どっちの意見もね、確かにって思うところあるもん。でも、確かに、森林限界がどんどん上がって、どんどん下がって、上がってだよな。で、ネパールのね、私が住んでるとこは2300、まあ3000メーターぐらいのところなんだけど、そこも毎年、リンゴが取れる産地がどんどん上に上がっていくと。そう、下の方が暖かくなってきたから。うん。そう。まあそういう現実を見て、で、雪も毎年毎年降るところがどんどん上の方に限定されていくなんていうのを目の当たりにして、確かに、世界の気温は大幅に変わってきたなっていうのは、やっぱ感じるわけよ。そう。まあ日本に住んでてもそう思うしね。そう。日本にいるとさ、もしかして本当にポールシフトが起こるのかななんて思う時もあるよ。だって雪が降るタイミングとか、行けなくなるタイミングとか、私のちっちゃい頃とは全然違う気がするもの。そう。うん。だから、まあ、本当にさ、温暖化が起こってるというか、まあ、気候が変動してるのは間違いない。そう。それが二酸化炭素の影響かどうかは、まあ、正直わかんない。ただ、私はさ、ネパールから帰ってきた時に、もしグレーだったら、なるべく私から二酸化炭素を排出するのはやめようって決めたの。グレーならね。それで車の運転するのをやめちゃったの。うん。そう、それが真実なんだけど。半分真実ね。もう一つは、そう、ネパール行ってる間に免許が失効しちゃって、もちろんね、最新申請すればね、まだ半年だったかな、1年以内だったら再交付してもらえるんだけど、しなかったの。わざと。もう免許車乗らないっていう、その時は強い意志があったから。そう。で、もし、二酸化炭素を排出しない形で車が、走るようになったら、また免許取ればいいやと思ってたのと、うん、そう。の時はね、私もね、電気自動車の時代が来るって思ってた。浅はかだね。今となればね、電気自動車の方が問題だよね。そう。結局、電気を作るのはやっぱりね、発電所で電気作って、で、電気を貯めなきゃいけないわけよ。そう。現状ではさ、原子力発電にしても、火力発電にしても、多くの発電で二酸化炭素をやっぱり出すわけよ。ってことは、そう、ガソリンを燃やして、二酸化炭素は出しない。私は無実。でも、電気は無実じゃない。となれば、やっぱり電気自動車の方も、ガソリン同様グレーなのよ。となれば、私の車をもう一回運転したいっていう夢はまた遠のいたと。そう。まあ今はね、自転車もあるし、そう。まあ眠らせるマウンテンバイクがあるんですけど、修理しなきゃいけないのね。そう、なんか、タドル回すとギコギコ言うのよ。そう。で、修理キットのさ、工具を買おうと思ったらさ、アイ自転車の専用工具って結構高いのね。まあ、1万円はしないけどさ、ちょっとね、時短な踏んでて。そう、まあ、来月の給料が出たら買おうかなって思ってるんだけどさ、いい加減直さないと自転車がかわいそうすぎて、うん、思ってるんだけど、まあ、そんなわけで、グレーだったら車は乗らないっていう決めた、自分の意思を尊重して、今は車乗ってないし、
で、16時間ダイエットを、やっぱね、やっぱ運動っていうか、なんだろう。運動しなきゃいけないってわけじゃないんだけど、16時間断食もあって、体重落とそうと思ったから、まあ、歩いていくようにしたんだけど、歩くとね、やっぱ頭の中とか整理される。で、私はね、やっぱ最近、ポッドキャストを、配信し始めて、やっぱね、歩きながら喋るって、ものすごく頭の中がクリアになるというか、喋ってることの中から新しい発見もあるし、だんだん整理もされてくるなって思ってるの。だからね、これはね、すごくいい脳トレよ。そう。私はそう思って、毎日配信してる。そう。まあ、そんなわけで、今日はどんな話をしようかって、ようやく今日の話ね。実はね、今日さ、スタートダッシュ、出勤ダッシュがちょっと遅れたのは、まあ、時間的にはさ、普通にまだまだ時間いっぱいあるから、遅れることはないと思うんだけど、実はさ、インスタグラムの、ハイライトってあるじゃない。そう、インスタグラムはしてない人はごめんなさいね。上の方にさ、丸い玉がトットットってついてるやつよ。プロフィールの上の方に。うん。あれさ、私あんまり、あれができた頃はなんか使ったこともあったし、そもそもインスタグラム最近さ、復帰したばっかで、いまいちよくわかんないんだけど、そう。あそこにさ、乗っける？そう。あ、こう、ストーリーをのが乗るんだよね。ストーリーで、配信したやつを、あそこに、くっつけることができるんだよね。そう。だから、そのストーリーに乗っける、30秒ぐらいの動画を、4時ぐらいになってから思いついて、4時ぐらいになってから、ま、15分ぐらいで作って、まだアップはしてないけど、そんなことしたら、あれもう時間だ。あ、着替えなきゃ。あ、顔洗わなきゃ。そう。え、どこ、え、あ、化粧水どこ、あ、乳液どこなんか言ってるうちに、時間がどんどん過ぎていって。結局、顔を洗って、ものすごい適当に、化粧水ぶったたいて、ものすごい適当に、乳液バタバタって塗って、ようやく出てきたみたいな感じ。そう、よし、出ようと思った時に、あれ、そういえばさ、配信予約しないよねみたいな感じだから、今日の M キャストのね、タイトルも、そう、サムネイルも、まあ、考えることなく2秒で出てきたみたいな、そんな感じ。まあ、大体でもそういう時の方が、結果良かったりするんだよね。さあ、そんなわけで、そのインスタに載っけた、そのストーリーの話と、その私のインスタがどうなってるかっていうのをちょっとお話し、今日はしていきたいと思います。ちょっとね、慌てて出てきてから、息、はぁ、はぁ、言って。そう、今はね、土手、橋を渡ろうとしてんだけど、橋が登りきるまでね、結構ね、何度ぐらいだかな？そう、10度以上あるというもう坂を登ってるんだ。そう、ね。私の10度とかは、まあ、スキーとかスノボ感覚だから、まあ、大体そんな間違ってないと思うけど、まあ、スキーで言うとこの、初心者向けの緩斜面よりちょっと急なぐらいかな。初心者向けの緩斜面ってもうさ、滑らないよね。そう、スノボでは怖いし、スキーでは滑らないし、あら、どうしましょうみたいな感じだけど、あれよりちょっと急ぐらいの坂をちょっととことこ登りながら、はぁはぁ言いながら歩いてます。でそんな中で、私のインスタグラムについて、ちょっと話していきます。私のインスタグラムは、まあね、昔 SNS で、かなり広く配信してました。うん。そう。あんまり大きいこと言うこと言うと、なんか、後で怒られたらどうしようと思っちゃうんだけど、私の住んでる長岡の中では、まあ、そこそこの、そう、インフルエンサーだったかな。インフルエンサーって言葉が出たばっかの頃だけどね。そう。うん。で、まあ、私が当時、運営してた Facebook 長岡市グループっていうのは、今でも地域限定の Facebook グループの中では、日本で一番規模がでっかくて、一番活発に動いてるグループの一つって、まあ、その道では評価されてる。そう。私はね、メンバー数が5000人になるまで、私は運営したんだけど、今はね、引き継いでくれるって人に引き継いでもらって、
運営は任せきり、まあ私は全然携わってない。そう、管理権限ももう手元にない。そうなんだけど、まあそうやってね、たまにアクセスすると、動いてるの見るとちょっと嬉しくなるね。うん。まあそんな感じで、インスタグラムも、いくつぐらいあったかな、一番多いところで、時で5個ぐらいアカウント持ってたんじゃないかな。そう、全部毎日さ、更新したんだけど、今は、各アカウントは残ってると思うんだよね。アクセスしないけど。そう、残ってると思うんだけど、今は、復活した時に、SNS に復活した時に、二つに絞ったというか、まあ、これとこれにしようみたいな感じ。っていうのは、一つは、ストリートフォトグラフィー。私がメインで撮ってる写真のシリーズね。ストリートフォトグラフィーっていうのは、まあ、街の中の一瞬、人の一瞬なんかを切り取った写真。うん。まあ、日本ではね、あんまり人気ないんだけどさ。日本ではあんま人気がないんだけど、海外ではストリートフォトグラフィーって絶大な人気があるね。一つのね、もうムーブメントになってるね。そう。まあ、昔からあるしね。スティーグリッツが頑張ってた頃から今までずっとあるし、まあ、有名なフォトグラファーは、ストリートフォトグラフィーが下手な人は、まあ、有名になれないよね。そう、写真家としては成功できない。うん。まあ、それがストリートフォトグラフィーが私の一番大事な写真のシリーズなんだけど、もう一つはね、日常的な写真とか、まあ、風景っていうか、まあ、日常の中である風景を、風景とか小物なんかを撮ってるシリーズがあって、まあ、ストリートフォトグラフィーの方は、まあ、こういうアンダーバーコムでやってる。うん。そう。まあ、どっちかと海外向けだよね、コンテンツも。だから、どこ探しても多分日本語一個もない。でも、まあ、インスタグラムはね、写真とか映像だけ見ればね、まあ、まあ、そこから先文章を読む人はさ、まあ、いるのかな。一応私は書く写真に、そう、お願いだからコメントいらないよ、みたいな。ハートマークで、納得しね、みたいな文章を書いてる。そう。でも、その文章を載っけてから、逆にコメントが増えたという悪循環。困ったもんだ。でさ、もう文章、そういうのいらないよって言ってるのに、昨日さ、アカウントのね、写真も貼ってない人から、突然DM が来て、そう、なんだかな、そう、You there とか書いてあったな。なんだったかな、そんな内容書いてあったんだけど、まあ、最初の2文字しか見てないから、there だったかな、You then だったかな、なんだかな、私がこれなんて意味って思ったぐらいような感じのが書いてあって、まあそれはまだ開いてもいない。で、もう一つの方は、マーコイズム、アンダーバー JP。そう、だからまあ日本向けって意味合いだよね。そう。だから、ちょこちょこ日本語もあるけど、今は、どっちかと、グリッド写真にハマってるっていうかな。マコイズムアンダーバー JP の方は、毎回3枚ずつ投稿してて、3枚ずつ投稿するとさ、1枚の写真をね、分割して並べるっていうことができるわけ。そう、グリッド表示とか言うけどさ、うん。で、まあ、1枚の写真を3分割して、一つ一つに投稿するって、プロフィールで見ると、まあ、まとまって見えるみたいなね。そう。まあ、それを意識して、それを崩さないように、毎回3枚ずつ、まあ、2、3日に1回ずつ3枚ずつ投稿してるかな。そうやって、私の日常とか、もうストリートフォトグラフィーの枠に収まらない写真を、そっちで配信してます。はい。まあ、それもね、で、そっちの方は、もうライフワークになりつつある、トルコとシリアと、シリアに発信してる、地震に被害あった方向けの、応援メッセージとか励ましのメッセージの英語版だけは、はい、そっちにも掲載してます。そう。ただね、英語版だけなんだけど、まあ、ものすごくさ、アクセス数が悪くて、まあ、YouTube もそんな良くはないけど、アクセス数が悪くて、まあね、まあ私の安否確認みたいなもんだね。そうそう。で、このインスタグラムの2つをやってるんだけど、その1つの方のストーリートフォトグラフィーの方の、ハイライトに乗っける、ちょっとした30秒ぐらいの動画を思いつきで作ってた。
まあ、どういうことかというと、私がストリートフォトグラフィーにかける思いというかな。そう。そんなのを、ちょっとね、文章にして、流れるという感じなんだけど、まあ、この話をし始めると、急に私のテンションはどんどん下がっていって、今日は一日ダークな気持ちになるかもしれないけど、聞いてる人はね、もう私に付き合うことないので、あらあら、みたいな感じで、こいつは相変わらずバカだな、みたいな感じでさ、アホなことをやってる私を笑ってみてくれ、聞いてくれれば結構です。で、まあ、どんな内容だったかというとね、そう、ちょっと待ってね。まあね、内容はシリアスなんだけど、全部英語だから、まあ、多分英語が苦手な日本人の方から見ると、何言ってるんだろう、この人、みたいな感じになっちゃうかもしれない。ただね、大体こんな感じだよ。うん。私はね、普段から思ってるんだけど、そう、本当に今見てるものは現実なのかなっていつも思ってる。もうテンション下がってきたね。だから私が歩いてる道も、触れてる手も、私自身もそうだし、服もそうだし、見えてるものも本当に現実の世界なのかなって思ってる。そう、うん。っていうのは、まあね、私もさ、まあ、ポッドキャストもそうだし、まあ、YouTube もそうだし、Instagram もそうだけど、まあ、コンテンツを作ってるよ。コンテンツを発信してる。そう。で、まあ、世の中に YouTube の動画なんてもほどあるし、まあ、みんな SNS にアップしたのはコンテンツだよ。一人一人を作ったね。でも、そのコンテンツに、果たして真実はあるんだろうかって、いつも思うわけ。そう。うん。例えばさ、昨日ね、WBC のさ、準決勝があって、メキシコだったよね、確か。私WBC、あんまり詳しくなくてさ。そう、確かメキシコの結果とハイライトしてくらいしか見たいんだけど、まあ、最後にさ、そう、村上選手のさ、さよなら、安打。まだ逆転じゃん。すごくドラマティックだ。でもさ、あれって、やっぱ編集する人によってドラマカチクッタって違うと思うの。もう、動画って特にそうよね。そう、映画もそうだけど、やっぱりね、編集する人によって伝わる濃さが違ってくる。そう。やっぱその人のさ、やっぱ感性とか思いが滲み出てくるっていうかな。うん。で、動画なんて特にそう。写真以上に動画はさ、いろんな要因があるじゃん。音もそうだし、動きもそうだし、カット割りもそうだければ、映ってるその枠もそうだよね。そう。それだけにさ、動画って、いつ見ても、本当にここに真実はあるのかなっていうふうに、いつも思ってる。うん。そう。だからさ、私もね、よく見る動画いっぱいあるよ。いっぱいあるけど、でもなんか、言ってることは多分真実なんだろうけど、内容は真実なんだろうけども、でも、この人の本当の感性がここに出てるんだろうかとか、この運営してる人の本当の現実とか事実がここに表現されてるんだろうかっていうのは、いつも疑問に思いながら見ちゃうな。もうテレビなんかなおさら。今もうさ、私テレビ持たなくなってもう20年ぐらい経つけどさ。多分今年に入ってから一回もテレビ見てない。そう、外食もしてないからさ。外食した時にテレビが映ってるのを見るぐらいなもんで。もう全然見てないけど、うん、テレビも、そう、テレビなんて、本当広告会社のね、意向しか見えてこないし。制作会社のね、ドラマもそうだし、まあ、笑ってそうだけど、制作会社の意図しか見えてこないし、そんなね、ドロドロしたさ、資本主義のさ、もう、縮図みたいなさ、そんなものをだらだら見せられても、何も面白いわけじゃなくて、なんか、退屈、窮屈、めんどくさい。
こんなわけでね、まだ、YouTube の方が、本当、面白いコンテンツがいっぱいあると思って見てる。うん。まあ、事実ね、素晴らしいコンテンツもいっぱいあるしね。そう。そうやってね、私はやっぱさ、コンテンツっていう中に、じゃあ真実あるかって言ったら、ないと思うの。じゃあコンテンツの枠はどうなの？コンテンツは何って言ったら、言ってしまえばさ、私の着てる服もそうだし、歩いてる道路も橋もみんなそうじゃん。そう、私は今目に見えてるもので、コンテンツと言えないのはさ、そう、空と風と空気の匂いぐらいじゃない？そう、橋の下にね、畑が広がってるけど、畑だって区画整理だってコンテンツだよ。誰かが決めて作ったものだもん。そう。そう思うと、私の今、本当に今歩いてて、真実と言えるのは、空と空気の匂いと、風の音ぐらいそう。それくらいしかないよ。また、でもそれもすら私は真実なのかなって思っていつもいる。うん。そう。だからさ、うん。だって空気の匂いに限定してればね、いろんなさ、まあ、車が走ってるから、車から出てるさ、匂いもあれば、私が出してる匂いもあれだろうし、まあ、いろんな匂いが混ざった空気だからね。そう。その、空だってさ、果たして本当に、誰の手も加えられてない色かったら、まあ、そんなことないと思う。うん。だってさ、宇宙にあんだけゴミが散らばってるんだから。そう。もうこのまま言ったらね、もう、ガンダムの世界みたいな宇宙世紀になったらさ、もうモビルスーツなんか怖くてね、多分、運営をなんかできないんだよ、ゴミだらけで。そう、うん。常にね、もうちっちゃいゴミとさ、格闘しながら運用しなきゃいけなくなるんじゃない？うん。まあ、そんな風に思ってるとさ、それとは別にやっぱさ、すべてがね、現実に見えるものがすべて虚構だっていう風に思ってるとさ、じゃあ、現実ってなんだろうって思ったの。現実、じゃあ、現実は何って、現実って何って思った時に、私の目でキャッチできるものに多分現実はないと思ったの。そう。うん。だって私の目に入ってきたものは、もう私、小川誠っていうフィルターがかかって情報としてキャッチしてるから。もうそれはもう現実じゃない。うん。小川誠っていう風な意思が入ってる。だから、見た瞬間から私の目に触れたものから、もうコンテンツ、私のコンテンツに変わってしまう。そう。そうなった時に、じゃあ現実は何かって思ったのね。そう。その時にさ、私はもう写真をやってたから、じゃあカメラに映る、レンズ越しに入ってくる絵は、じゃあどうか。私がね、思ったのは唯一、カメラの目はさ、私の目じゃないからね。カメラ勝手に見てるものだからね。そう。カメラに映ってるその瞬間だけが、そう、誰にも左右されない真実じゃないかなっていうふうに考えるようになったの。うん。真実を映せる方法は、おそらくそれだけだと。それで、ストリートフォトグラフィーっていう手段を用いたの。でも、カメラ、写真もね、シャッター切ることによって私のコンテンツになるわけじゃん。そう。なるべく、自然というか、自分の意思を反映させないで、シャッターを切るということを、本当は若い頃から、ずっと訓練し続けてきた。だから私の写真は、まあね、まあ、とにかくいっぱい撮るよ。そう。撮るときは、街を歩きながらね、一日でやっぱ2000万、3000枚ぐらい撮っちゃう。でも、ほとんど同じような写真。いろんな写真が写ってるけど、まあね、本当に、と思うような写真なんて、まあ1000枚撮って2000枚撮っても、まあ数枚。そう。それは、カメラのレンズが見た真実の中から、私のコンテンツを作り出してるんだよね。そう、写真、そう。だから、私っていうコンテンツの写真、私が写真を発信するにあたって、私っていうフィルターをかける前の段階の写真は、もう、可能な限り、真実しか写ってないものがいいわけ。うん。だからこそ、
もう、カメラ、写真、ストリートフォトグラフィーに、私は、真実っていうものを求めてるわけね。そう。それは逆に言えば、それ以外はみんな虚構のものだと。そう。果たして真実なのかっていうふうな疑問しかないものだっていうこと。逆に、それはストリートフォトグラフィーだけど、じゃあ他のさ、写真、まあ、日常的な風景とか、日常的な、まあ、小物とかね、結構食べ物も撮るしさ、何でも撮るんだけど、じゃあそれはどうかというと、それはもうね、完全に私の虚構の中の、そう、私のね、コンテンツ。だから、なんだろう、ストリートフォトグラフィー、グラフィーの方は、あんまりね、細かいリタッチはしないんだけど、フレーミングもあんまり気にしたりしないんだけど、もう一つのね、方は、結構きっちりトレーニングしてるし、結構ね、がっちりレタッチしてたりもする。うん。で、まあ、SNS とか載ってる、私のセルフポートレートなんか、ほんとまさに虚構。この写真に私の真実が何パーセント入ってるんだろうって思うこともある。でも、私の真実を写し出すために、がっちり画像修正してレタッチしてる時もある。そう。そうやって、私はそのストリートフォトグラフィーと、他のそれ以外の写真を切り分けて撮ってるのね。そう。それだけ、なんだろう。私はやっぱり、真実に飢えてる。そう。本当の真実に飢えてる。うん。そう。そして、私の見てる目を信じてない。うん。どっちかというと、目をつむって感じる。目を開けててもいいけど、私の感性で感じる情報だけを信じてるっていうかな。そう。そういう生き方をしてるのよ。うん。だから、私の感性に触れないものは、そう、触れないっていうか、感性に悪影響を与えるものは、やっぱ、なるべく排除したいし、そう、私の感性にビビッとくるものは、なるべく、真剣に受け止めたいと思ってる。そう、まあ、その中でね、コメントは私の感性にナイフを突き立てるようなものが多いんで、だから嫌いっていう、ことなのよ。そう。まあ、そんなわけで、今日も歩きながら、無事に、出勤地にやってきました。今日はまだ誰も来てないな。まだ早いのかな？そんなことないね。スタート遅かったんだもん。そうね、5時18分だしね。はい。よろっと今日の竹槍ダイエットウォークも終わりになります。そう、風がね、少なければ、ちょっとね、エミキャスも歩きながら収録したいと思うんだけど、まあ、風が強ければね、エミキャスは帰ってから収録ということになります。で、スプーンもこれからもちろん、竹槍ダイエットウォークアップしますけど、スプーンにアップする内容、M キャスは、まあ、10時、11時ぐらいには、アップしたいんだけど、それも、実は、昨日収録したものになります。そう。うん。まあね、リアルタイムで、朝も、昼も、スプーンに、ポッドキャストを乗っけるのはなかなかね、まあ今、私の今のリズムではちょっと難しいかな。ちょっと試し、もうちょっとね、練習してみなきゃわかんないけど。まあ、そうやって、今後も、M キャスも、ワケリダイエットウォークも、16時間ダイエットの方も、断食の方も、今日のアウトプットの方も、皆さん、よろしくご視聴ください。そしてですね、やっぱね、私が今感じてるのは、やっぱね、ポッドキャストで収益化をしていくのは非常に難しい。うん。そう。うん。まあ、仕組みがまだ整ってないというか、どうなんだろうね。私が言うのもなんだけど、日常的にポッドキャストを YouTube と同じように見るような習慣はなかなかないんじゃないかな。私だけ？そんなわけでですね、やっぱりね、収益化に向けて、やっていかなきゃいけない部分もある。うん。そう、時間作れないもん。そう。まあ、そんなわけでですね。私は私のやりたいことを、私のファンを増やすために、
私自身をアピールする場としてポッドキャストをしてるから、私自身をアピールする、私自身を知ってもらう場としてのポッドキャストを大切にしながら収益化ももうちょっと考えていこうと思ってる今日この頃のマコネでした。まあ、そんなわけで今日は、そう、インスタ、私のインスタがどうなってるかなんて話から、ストリートフォトグラフィーの話、そして私の見えてるものは本当に現実なのかっていうことをお話して、今日も終わりにしたいと思います。そんなわけで、早い時間からご視聴ありがとうございました。マコネでした。またね。バイバイ。今日も保存忘れないように。